来た？おお、魚。イガラシカップ始まるよ。魚魚2020年初バス。初バスゲットだぜ。スーさんもちっちゃくていいからな。まあファイトの時点で絶対これは20センチの引きだってのわかったからな。なんかちょん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 って誘って結構しっかり止めて待ってる、待ったらなんかグッグッグッって、うん、そんなに立ち木に絡めたりとかそういう感じじゃなかったと思う。ここ結構一匹釣れると本当そこから15分とかでパタパタパタって連チャンしたりすることあるから、ちょっとそこを突っ込んでガチャガチャやってたからもう一回あっち方面に戻るね。さあスーさん、初バスゲットチャンスまであと10分ぐらいかな。やべえよ、ちっちゃくていいよ。マジいいよ。水曜参戦しなきゃいけないかもしれない。え、水曜日もう一回来なきゃいけないかも。水曜なんなの？休みだから。雨なんだよ。え、もう次の水曜？来ちゃうの？あ、でも原さんとか。原さんとかだな。雨だからな。雨にバス。出ねえよ。何日だ水曜って？へえ。まあでももっとどんどん釣れなくなってくんだろうからな、2月にかけてさ。やばい。三島じゃねえの。いやいやいや、この釣りで石井の前のディープとかさ、あーまあまあまあ、それはそれで、まあでも基本ほんと場所見つけられれば三島も変わらず、三島のはもう結構ライトリグでなんか数釣りする印象だけど、一番最初の年ね、もうやべえやつか。解禁して原さんと初めて12月かなんかすんげえ寒い時行って、でなんかメタルバイブとかこういうのとかで7、8匹釣ったような気がする。でもそん時はあもう3メーター水深あったからね、今の浅い状態でどこにその群れがいるのかがよくわかんない。一回寝てやべえかな。違う。ああ。ダメか。お、来た？おお、魚。どれどれ。でかい？ちった。これこれ。お。これはドンキーだろ。だねこれ。顔よりキーパーありますか？ちょっとあるかな。ギリギリかなこれ。いやねえよ。絶対ねえよ。
17センチくらいですね。15だっけキーパー。15だったっけ。帰ろうか。本部連絡しないと。初バス。初バス成功です。今年初フィッシュ。いや水曜来なくて済んだじゃん。水曜来なくて済んだよ雨の中。うん。どうなること。やりきったね。ありがとうございます。はい。逃がしてください。早逃げにして帰っか。すんごいでかい値だったから、ドゥンドゥンドゥンってね。ファイファイト良かったよ。やべきた。もう帰ってカートを取りますか早めに。帰ろう。帰ろうもう。釣れねえよ。こんな危ないダムは。いいじゃん坊主じゃなかったから。坊主じゃなかっただけ良かった。危ない本当危ない。もっと危ないところいっぱいあるから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやちょっともう着時間ギリなんで、はい、帰りたいと思います。どうだったんですか今日は。聞かないでください。聞かないでください。もうライブに出てください。結構でかいの入ったそうですね。そうですね。魚を究極に大切にするライブなりにフォースがない。これ以上大切にするってないですよ。はい。うちらもドライなんで早めに片付け終わるんで今日はありがとうございます男楽しい大会をパッと来て釣れるほど甘くねえか。あのイガラバのパターンとか全然ダメだったんですか。スイミングで中層とかのは正直、はい、2週間前に来た時も釣れたんですけど、はいはい、ハマってる感はなかったんですよ。ポロッとなんとなく秋の居残りが反応してる感なくて、なんかまあせっかく一人だし、はい、新しいというかなんかでかいの釣れるの探したいなと思ってたら、はい、何もなく。でもぜひ来年もまたよろしくお願いします。また参加しますんで。1月4日なのに。いやこの1月のイガラシカップが一番燃えるんですよね。あのまあハイシーズンはみんなでっかいの派手なのあれボンボン釣ってくるんで、うちらライトリガー組に楽しい大会なんで、ぜひ来年もお願いします。大会ははいお願いします。お願いします。あもうここら辺で切っといてあげた方がいいんで。あれ撮ったらあれ携帯 iPhone に映すじゃないですか、はいはい、映ってその後どこにあるか分かんなくなっちゃうんですよ、はい、何で撮ってるんですか。GoPro で。ああ、はい、そっか。あビデオとかもあるんですけど、その中でもどこにあるか分からない、はい、このビデオだとそれにも入ってなかったんですよ。え引かれた。引かれた。やばいこれ動画ですね。これちゃんと映ってますよこれ。じゃあ表彰式始めたいと思います。皆さんなるべく前の方に集まってください。本日ですね参加者52組60名ウェインが25組とどのぐらい3分のじゃない2分の1えさ半分くらいの方がですね、釣ってきたということで、すごいなんか釣れてるんじゃないかなと、まあ、キーパーもあった中ね、釣れてるんじゃないかなと思います。それでは、表彰の方入らせていただきたいと思います。じゃあ、3位から、呼んでいきますので、前に、来てください。3位がですね、2組あります。3本 895g の近澤さん平川さんペアと1本で 895g の渡辺さん、前にお越しください。はい、第2位2本 995g笹原さん。はい、おめでとうございます。はい、流行る
第1位ぶっちぎりですね。3本 1660g 松本けたくん。ビッグフィッシュが1本で 1190g です。あいつマジざけんなよ。ありがとうございます。 1190g でもう一気で優勝でした。あ、どうぞ。じゃあ、いや、さすがだ。前にもう、自分なきゃ大丈夫なんですよ。ここに、ここにやっついてる。足も置ける？はい。いや、それはね、欲張りすぎやん。はい。はい、じゃあですね、3位の方からインタビューさせていただきたいと思うんですが、じゃあ、どっちかな。じゃあ、深澤さんから、はい、はい、お願いします。ダメだ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日は、あの、どこですか。はい、向こうです。丁寧めでお願いします。松下さんの前で、とりあえず連れて、はい、これが、朝3本すぐ釣れて、でそれダウンショットです、はいはい、で釣れて、でその後は頼朝の山の裏行って、伊賀良場で3本4本で入れ替えして、はい、で途中で一番いいのがちょっと弱って、はい、でワードの方が釣ったんですけど、かわいそうだから逃がそうっつって、はい、で逃がして、で入れ替えしようって入れ替え繰り返して、ずっと来て、多分2人で全部で10本いかないかな、9本から8本釣って、で最後に目の前でそこで釣って、あの何グラム入れ替えて、あれがちょうどここに来れたって感じです。イカ玉がよく釣れました。ありがとうございます。ちなみに何メーターくらいの目なの？8っすね。8映ってるやつ。映ってる。ありがとうございます。参考にさせていただきます。はい、はい、じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。午前中は全然釣れず、午後もうやめようかと思って、1回上がったらトムクに行けって言われて、間違いを入れ直して、12時半ぐらいに林道下の12時半の前に上がろうと思ったんですよ。林道下の薄ゴミのシャローカバーで、スワンプクローラーのネオリグルカバーネオリグル1本です。以上です。ワンパイさん890。はい、はい、嬉しいです。ちなみにネイルシンカーって何グラムぐらいなんですか？ 3.1。高級ネイルシンカーです。ありがとうございます。はい、じゃあおはようございます。3位渡辺さんです。はい、じゃあ2位の笹原さん、はい、2本990円です。はい、皆さんお疲れ様です。朝一は岩の上島の裏側っていうのが、あのブレイクはきついよで、30分ぐらいで700ぐらいのが釣れて、あ、全部レッグアームのダウンショットで、そこから11時ぐらいまでノーバイトで、ちょっと深いところでダウンショットで200ぐらいのポロって釣れて、でそこからノーバイトで終わりましたっていう感じです。2バイト、2フィッシュはいってわけですかね。ちなみになんかダウンショット、レッグアーム、シンカーは何グラムぐらいですか？2.7 はい、小森さんと全く同じの釣れたレンジってどれぐらいでしょう？朝一のやつは多分6メーターぐらいのなんか小田絡みのやつで、で2本目のやつは9メーターぐらいです。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、2位の笹原さんです。はい、じゃあ、堂々の第1位、松本圭太様。はい、はい、はい。今日はどうやってお釣りになれたか。今日はですね、はい、お疲れ様でした。今日朝は、まあ、とりあえずディップから釣って、まあ、3本揃ったらいいなっていう感じだったんですけども、で朝一、ここ最近ちょっと好調な G さんの入り口の方ですね。で、岩盤より入って左側の方の7メーターとか、
6、7ぐらいを、レッグアームのダウンショットと、あとトーナメントクローラー 3.5 のダウンショットを2つローテーションしていって、そこで1本200ぐらいなんですけど、1本取れて、でその後何回かバイトっぽいのがあるんですけども、ちょっと乗せきれず、で朝一はそこで1本取って終了で、その後に、白鳥の一番大きい、白鳥の対岸っていうんですかね、対岸、岩の上寄りの、アウトサイドの、バンク沿いの、7メートルのところにちょっと、木とかが入ってるようなところですね。そこの立ち木の中を、レグアームのダウンショットで、ちょこ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 やってて、また200で、そこもやっぱりバイトいくつかあるんですけど、乗せきれられなくて、であとはインスタの方まで、インスタの5メートルとか6メートルぐらいのブッシュ、沈みブッシュを狙っていったんですけども、バイトが取れずに、で最後1本釣れたの、カバーで1200が取れたのは、椿も白鳥の、いや白鳥じゃないな、場所が微妙なところ、つぼりとの対岸、岩の上の対岸、大きい竹とかの例でも入ってるんですね、そこの、巣ごみの中に、ラバージグ、これが、ラバージグのトレーラー2分の1オンスに、あとは何だろう、あの黒デプスのやつです、ベコンクロの2分の1で、ほぼ表層ですね、入れてステイさせておくとグンと持ってくる感じ でそれが1本入って、1600という感じでしたね。すごい3本機械ですね。サイトじゃないです、2分の1 で、あでもなんか動くないと入っていかないの、暑いところもあるんで、一緒に全部8分の3でも2分の1でも入った瞬間はすぐ止めちゃうんで、別に突き破れれば、まあ、それがそれでいいかなという感じです。ほぼ動かさないですね。でそのままポチパクじゃないですけど、ちょっとステイさせておいて、あれちょっとシェイクしないような感じ、ちょっと引くような感じでずっと待ってて、それで重たくなってるっていう感じです。ありがとうございます。はい、質問ある人あのため大丈夫ですか。はい、じゃあ、1位の松本健太さん、もう一度大きな拍手お願いします。はい、以上で、景品 OK ですかね。じゃあ、今回ご協賛ということで、ジャクソン様、フォワードブルー様、リスタイル馬場様、鈴木さん、高野さん、木川さん、あと、フォローから、協賛いただきました。たくさんの協賛ありがとうございます。これで、はい、はい、ですね、まあ、第何回かちょっともうわからないんですが、フィフティストームカップ、この冬にいつもやらせていただいておりまして、皆さん集まってくださってありがとうございます。おそらく来年もこのぐらいの時期にやると思いますので、またあのご都合よろしければご参加お願いします。今日は一日ありがとうございました。